取り忘れた。今日の晩ご飯はオニオンチーズパンを作ってるので二次発酵中なので、その間に野菜とソーセージのスープ作ってきます。で、オニオンパンで使う玉ねぎ、スライサーできなかった部分をスープに入れてきます。では、とりあえず人参の皮を剥いて、あとキャベツは半分だけ使います。キャベツはざく切りにしてきます。人参は輪切りと半月切りに切って、玉ねぎの大きい部分だけは少しスライスします。ソーセージは斜め半分にカットしてきます。あとはこれを炒めて煮るだけ。パンで使ったスライス玉ねぎもかなり余ったので一緒に炒めてきます。オーブンの方見てたら少し鍋が焦げついたけど、なんとか炒めました。カレー粉とガーリックと塩を入れて、残りの具材と水を入れて煮てきます。キャベツのカレー風味スープできた。ということで、今日の晩ご飯はキャベツと玉ねぎと人参とソーセージのカレー風味具沢山スープと、玉ねぎとチーズのパン。以上でした。